はい、フジチャンネルの藤子です。こんにちは。タイの YouTuber チキーパイさんから私宛に荷物が届いたらしいです。なんとなんと。で、その前にちょっと動画があるっていうことでそちらを見ていきたいと思います。どんな動画だろう、見てみよう。おー、サワリカー。おー、すごい。おい、サワリこんにちは、フジコ。あー、フジコ。もちろん、もちろん覚えてます。シャノン、あ、チキパイシャノンさんって名前なんだ。フルネームがロンコンマーケット。おお、この格好で街を歩いてますね。タイでは普通なのかな。こんなマスクとか売ってるんだ。あ、でもやっぱ人に見られてる感はありますね。セレブリティなファッションですね。あ、なんかフルーツっぽくて美味しそう。あー、なんか嬉しい。すごいフレンドリーだ。こんな市場みたいな感じで売られてるんですね。楽しそう。踊り始めた。すごい。すごい。なんかワクワクする。このチキパイさんのメガネってどこで売ってるんだろう。自作かな。あ、美味しそう。ミルクキャラメルみたいな。え、すごい。試食してる。なんかカラフルなお菓子が多いですね。あ、チキパイさん試食いっぱいしてる。美味しくなかったね。ドリアンの匂い嫌いなんですかね。ティビン。すごい。嬉しい。なんか。へない顔。郵便局に。バイバイ。おお。照れますな。あ、すごい。郵便局で発送するシーンまで。嬉しい。バイバイ。はい。嬉しい。これなんですけど、これ、ね、結構重い。じゃあ開けてみます。わーい。おお。じゃーん、こんな感じで入ってます。チキパイさんのイラスト付きです。すごい、こんなにたっぷり。わーお。あ、裏もある。じゃーん、かわいい。最後にお楽しみが、サプライズがあるっていうことだったので、
ちょっとワクワクしてます。じゃあ見てみたいと思います。なんだろうな。いやー気持ちいい。何これ。うわーすごい。じゃあちょっと気になったものをピックアップして食べてみたいと思います。この不思議な、なんて書いてあるかわからないんですけど、このこれフルーツなのかな。いただきます。あ、中に種が入ってる。オリーブの実ですね。何かに似てると思ったら、オリーブの実をちょっと乾燥させてオリーブオイルにつけなかったみたいな感じで美味しいです。はい、では次いきます。このね、キャラメルって書いてあるんですけど、ゼリーっぽいものですね。可愛くないですか。なんか包まれていて、ちょっとやっぱアジアっぽいというか、タイの風を感じますね。いきます。フルーツなのにこう中にごまが入ってて、そこがこう日本的には不思議な感じがして、すごく美味しいです。で次はこのお米を揚げたっぽい感じのお菓子ですね。これすごい美味しそうだなと思ってすぐに目をつけてしまいました。あー、いい香りがする。じゃあいただきます。美味しい。なんか甘酸っぱくて、甘じょっぱい塩味で美味しいです。じゃあ次はドリアンキャンディ。じゃじゃーん。匂いが特徴的なフルーツで有名なので嗅いでみます。あー、ドリアンってこういう匂いなんだ。あー、なんかクワーンってこう鼻の奥、鼻孔をくすぐる、悪い意味でくすぐるっていうんですかね。なんだろう。うん、おー、やばい。やっぱドリアンの香りが口の中でいっぱいに広がりました。じゃあ次はこのね、不思議なゼリーっぽいものを開けてみたいと思います。なんかみんな不思議な色をしてるんですけど、ここでまさかのミラクルが起きました。何も入ってない袋が入ってました。でもちゃんと密閉されてます。すごい。いただきます。またドリアンかな。なんかドリアンの香りが再びって感じなんですけど、きっとタイで有名なお菓子なんですかね。ではこのね、手に持つのもはばかられるようなね、お菓子なんですけど、つらー。でもうわー、気持ち悪い。おお。いきます。おお。あっても。ああ、気持ち悪い。食べました。もう飲み込みましたよ。てかお塩とお砂糖の味しかしないです。エビの殻にお塩と砂糖をちょっとまぶしたみたいな、で揚げたみたいな。じゃあせっかくなので全部いただきます。もうこうやって人は神経が太くなっていくんですね。大人の階段登ります。乾杯。
飲み込みました。じゃあすごい楽しかったです。またね、いろんな経験していきたいですね。じゃあこれからもよろしくお願いします。またね。